平野紫仕様、ファンからの質問回答でストーリーズ消失。ファンとの交流が生まれる新たな舞台。ジャニーズグループ、キングプリンスの元メンバーであり、俳優としても活躍する平野仕様が、最近インスタグラムのストーリーズを通じて、ファンとの交流を深めています。しかし、驚くべきことに、 彼の回答は100件を超え、ストーリーズの上限により最初の投稿が消えてしまったのです。この出来事により、ヒラの仕様の人気とファンとの絆が一層深まったことが伺えます。本記事では、ヒラの仕様のファンとの交流や新たな活動の報告、そして彼の未来について探っていきます。 平野紫仕様は、7月7日に神宮寺雄太と滝沢秀明氏が設立した新会社、とべ、に合流し、その直後に個人のインスタグラムアカウントを開設しました。彼は初めての投稿で、これやってみたかった。何か聞きたいことあるとファンにストーリーズの質問機能を通じて質問を募集しました。 ファンから寄せられた質問に対し、平野潮は近い距離感を保ちながら回答し、ファンとの交流を楽しんでいました。例えば、ファンからの、バイト頑張ってファンクラブに入ってライブに行くね。という質問には、俺も頑張ってみんなが喜ぶものを一緒に作るよ。待ってるからね、と回答しました。また、この夏やりたいことはという質問にはプールに行きたいな。 からと返答し、さらに、ちょっとドライブに行かないという質問には、おおいいねえ、どこ行くと楽しげに答えました。これらの回答は、平野仕様のファンにとっては、彼らが知りたかった情報や、彼の日常に触れる貴重な機会であり、多くの反響を呼びました。しかし、驚きのことに、平野の仕様は、100件を超える質問に回答したため、ストーリーズの上限を超えてしまい、 最初の投稿が消えてしまったのです。ファンからは、100件以上も答えているのすごい。ファン思いで素敵だ。ね、100件超えたらストーリーズが消える。今年陽君の投稿で初めて知った、笑い、など数多くの感想が寄せられました。この出来事は、彼の人気とファンとの絆の深さを示すものとなりました。 さらに、平野の仕様のインスタグラムアカウントのフォロワー数はわずか29時間で200万人を突破しました。これは驚異的な数字であり、彼のファンの広がりと支持の大きさを物語っています。平野の仕様は、飛べに合流したことを生配信で報告しました。飛べは滝沢秀明氏が設立した新会社であり、そのコンセプトはまだ明らかにされていませんが、 平野紫耀と神宮寺勇太の参加により、ますます注目を集めています。生配信の中で平野紫耀は、こうして新たな気持ちで皆さんにご挨拶してご報告できることを大変嬉しく思っております。そしてファンの皆さん、大変お待たせしました。よろしくお願いします。と伝え、神宮寺勇太も、 本当に素敵な日にこうして皆さんと再会できたことを本当に心から嬉しく思っております。新たな場所で皆様と一緒に素敵な景色を見たいなと思っているので皆さんぜひ引き続きよろしくお願いいたします。と呼びかけました。このコメントからは彼らの新たな挑戦に対する意気込みやファンへの感謝の気持ちが伝わってきます。 平野紫耀と神宮寺う太は、ジャニーズ JR うちのユニット、ミスター・キングとプリンスに所属しており、その後、6人で、キングプリンスを結成しました。 彼らは2018年にシンデレラガールで CD デビューし、その後も NHK 紅白歌合戦への連続出場やドラマ主演、CM キャラクターなどで個々に活躍し、大きな知名度を獲得しました。しかし、2022年11月に平野市を神宮寺ゆ太、た、岸ゆ太の3人がグループからの脱退を発表しました。 岸優太もジャニーズ事務所を退場することが決まっています。滝沢秀明氏が立ち上げた新会社、飛べへの合流は、平野紫洋と神宮寺ユ太にとって新たなステージへの挑戦です。滝沢氏は自身のツイッターの生配信で、エンターテイメントの人生を歩もうと決意した、新人募集をし、アーティストをプロデュースする会社を立ち上げた、と発表しました。 また、三宅健も同社に合流したことが報告され、話題を読んでいます。平野市洋がインスタグラムのストーリーズを通じてファンとの交流を深める姿勢は、彼の人気とファンの支持の強さを示しています。100件を超える質問に回答し、その結果最初の投稿が消えるという出来事は、彼のファンとの絆がいかに深いかを証明するものでした。 さらに、ヒラの仕様の新たな挑戦としての、飛べ、への参加や、彼のインスタグラムアカウントのフォロワー数の急増など、彼の未来には、ますます期待が寄せられています。彼は俳優としての活動や、さらなる音楽活動など、多方面での成功を収めることでしょう。ヒラの仕様のストーリーズの消失は、一時的なものですが、 ファンとの交流の機会を大切にする彼の姿勢は、彼の魅力と人間性をより一層際立たせるものとなりました。これからも彼の活躍と成長を応援し続けましょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。